ゼアキサンチンは目の網膜に含まれるカロテノイドの一種である。黄斑中央部においてゼアキサンチンは主要な構成物質であるが網膜周辺部位ではルテインが主要な構成物質である。ルテインとゼアキサンチンは独特の化学構造を持っており互いに異性体の関係であるが光学異性体ではない。これらの間に見られる大きな違いは 末端間にある二重結合の位置にあり、ルテインには、キラル中心が三つあるのに対して、ゼアキサンチンには二つしかない。キサントフィルサイクルを構成する三種のキサントフィルの一つ。ゼアキサンチンは、パプリカやトウモロコシ、サフラン、クコの実といった植物の色を構成する色素である。スピルリナにも多く含まれており、ダイエットサプリとして利用されることもある。また、 サフランの味や香りのもとであるサフラナールへと、鮮魚体であるピクロクロシンを経て分解される。ルテインやゼアキサンチンの含有量が多い食べ物は、ケールや、ほうれん草、カブの葉、コラードグリーン、ロメーンレタス、クレッソン、フダンソ草、カラシナといった、濃い緑色の葉物野菜である。岐阜薬科大学のグループの研究によると、長良川の天然アユのメニューは、 ゼアキサンチンが多く含まれている。マージの目の部位のカロテノイド含有量は3マイクログラムでうちゼアキサンチンは20.1%だったのに、対し、アユは552マイクログラム中78.3%含まれていた。U, B1, J-Star, PMA TOLE, スピロリナ is an effective dietary source of ゼアキサンチン 2, humans.British Journal of Nutrition. 108、611、619、ドイ、10.1017、S0007114511005885, プミド22313576、フィギュア1、アップローデッドバイサラガレイビーリサーチゲート、ナイクエトール。2003オレゴン州立大学微量栄養素、情報センター。カローテノイド。2019年3月25日閲覧。 天然色素、ゼアキサンチン天然アユの目に多く、中日新聞、ありがとうございます。